じゃあうちでもう何かして食べるってことにしようってことで、もう半分は捨ててましたね。だからうちでは1頭から1頭5升ぐらいは各家の家で加工して、お正月はみんながガヤガヤして楽しみにやかに1年を過ごせれるようにっていうことで、元旦の朝みかんとか栗だとか一緒にガヤガヤして食べて、ガヤガヤして立命館大学の野中です。このプロジェクトでは日本の各地域で培われてきた温かい優しいおばあちゃんの食を通じて、持続可能社会のその先にある豊かな未来を考えていきます。皆さんこんにちは、立命館大学食マネジメント学部の石田雅之と申します。この度は高山シェフの方から、お誘いを受けまして、一緒に何か面白いプロジェクトをやろうということになりまして、何かしらこう古の食の、記憶をたどろうみたいなことを考えておりまして、まあ、それが、まあ、ノスタルジーとして語られるのではなくてですね、昔存在していた幸福な持続性社会みたいな、それも幸福なと言っていて、料理人の高山です。今回のプロジェクトでは何か新しいものを作ったり生み出したりするのではなく、過去と未来、人と人をつなぎ、温かく優しい食の未来をつなげていければと思います。よろしくお願いいたします。3×6 is 18 3×5 is 15 3×4 is 12 3×3 is 9 3×2 is 6